どうも、コマンチョウジャ翼です。先生、26歳金融業の恐怖の給料について語ります。ちょっとね、こちらの動画なんか、ちょっと前に上げたんですけどね、ちょっと手違いで動画が8本ほど消えてしまいまして、ちょっとまた作り直して再アップすることにします。ではいきます。通勤手当が55,600円、正規給が25,000円、年金手当が10,000円、特殊奨励金が1,000円で、支給額が453,650円ですね。で、所得税が13,000円、住民税が4,100円、排除金額が66,200円で、振込額が387,000円ですね。まあさすがね、20代後半にしてはまあ高いなと思います。はい、終わります。